五病屋古墳は京都府京都市山品区にある古墳。形状は八角墳。古墳時代終末期の古墳である。区内庁により山品領として第38代天智天皇の御捧ぎに事情されている。本古墳は被葬者の実在性にも天皇領古墳に否定することにも問題がない。つまり天智天皇領と呼称してもほぼ間違いのない古墳である。 このような古墳は非常に稀であり、他には天武地頭合奏領の野口応募があるだけである。なお、明治天皇の伏見桃山領以降、現在に至るまで天皇陵は上塩化豊墳の形式で築造されているが、その手本となったのが、大正時代当時に上塩化豊墳とみなされた本、古墳である。築造年代は7世紀末から8世紀。古墳の大きさは、 上縁下方墳とみなす場合、上縁大変長、約46メートル、下方変長、約70メートル、高さ8メートルである。八角墳は7世紀の中央になると、大王母のみが営むようになる。現在知られている限りでは、奈良県桜井市の段の塚古墳、奈良県高市郡阿蘇村の県を小塚古墳、野口王母、中尾山古墳、それに、 五病や古墳などが八角形平面の墳球を持っている。日本では初めて大王に固有の形式の陵母が出現したと言える。これらの他に奈良県高市郡高取町の多摩明神古墳、方形墳の上に八角形の墳球を作っている可能性のある飛鳥カ村の岩山古墳などが八角形墳の可能性を指摘されている。歴史的に重要視され演技式の 所領式では十の金領の一つに列せられ、明治天皇の即位の礼の際にも清水や中納言が、直視が参考し方兵が捧げられた。なお、現在木内町の山品領の建札がある参道の入り口の左側には時を知らせた、生前の功績にちなんで、人形が安置されている。ところいさを、近代大霊関係の基礎資料修正 P38。ありがとうございます。